どうも、まちちゃんです。こんばんファーハムハウスです。はい、皆さん、私は今編集をしておりました。そこで大問題が発生したわけですね。オープニングが消えたこと、そして大事な動画が消えたことです。ということでですね、プリクラ週間をやってきておりまして、2週間経過いたしました。2週間やってきてマジで思ったことは、すごい今の技術だったりとか、プリクラの性能だったりとか、たくさんのことを学べたし、たくさんのことを知ることができました。ねえ、思ったんですよ。プリクラの性能とか歴史とかを学んだところで、正直あんま得にはならないなって思っていて、なので私はこの2週間ある挑戦もしていました。2週間ほぼ毎日プリクラを撮っていたら、めちゃめちゃ2週間後漏れるんじゃないか説。ということで、プリクラの1週間前の写真を載せておきます。どうぞ。はい、まさか同じ服を着ているっていう奇遇なこともあるんですけども、この日の動画を一応撮っていたんですけども、消しました。本当にすいませんでした。2週間もね、プリクラを撮っているので、燃えるっていうのと、あと、みんなにね、アドバイスもできるんじゃないかなっていう気持ちも込めて、本日はやっていこうかなと思います。それでは、レッツは、コーディ。はい、到着しました。やっぱ大好きやね、春の世界。多分今、利用者数ナンバーワン。ということで、まあ、2週間も経ちましたので、ガチ盛りして、プリを撮っていきたいと思います。めっちゃ汗びしょびしょ。走ってきたから。ということで、2週間やってきて、本当に激盛りはするし、マジ最高なぐらい、いい距離が取れたというか、実感もできたなっていうのはすごい思いました、本当に。ということでですね、2週間経過もしてきて、正直びっくりするほどのピンプリというプリクラがめちゃめちゃあるわけ。とりあえず撮ってくるわ。これだけじゃないんですけど、めちゃめちゃプリクラがあるわけなんですね。何枚あるんだろう、数えてみよう。1、2、3、4、41、42、43、44、絶対まだある気がするんだけど、45、46、46枚ぐらい。
約50枚あるわけなんですね。ということでですね、なんと本日インスタのグラ、インスタグラムのストーリーにてこちらプレゼントしていこうと思います。応募フォームはインスタのストーリーにも載せさせていただいておりますので、当てた方にはここに送っていただ、送っていこうかなと思っております。はい、それではですね、こちらの動画がね少しでも良かったなって思いましたら、いいね、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。以上、まっちゃんでした。